いや、桜綺麗だわ。ねえ。なあ。温泉がある。東京とは思えないこの水の綺麗さ。あ、綺麗でもないか。なんかすごいんじゃないのこれ。何なの？虎でしょ？虎と竜と恵比寿様、大黒様。これ俺らの顔ばっか映してもあれだね。この長い道。時代劇っぽいな。いい道だねこれ。森があって長い道があって、そしてこれは蕎麦屋。蕎麦屋。あのタモリの名曲で蕎麦屋って知ってる？知らない。あ、知らないの。貸してあげるよじゃあ。うん、500円でいい。なんでお金取んの？蕎麦屋だらけだよ。こんななんか古風な町になってると。滝？滝じゃねえな。なんだ？あれ？これってさ、この像作った人ってあれじゃないの？何？セント君デザインした人じゃないの？そうかも。似てるよね。違う。なんか違う。すごいなんか観光いいよね。観光地。観光地だよねこれって。しだれ桜もすごい綺麗です。でも今日はそういうの興味ないから言ってたな。今日は何をしに来たの？今日はそば食いたいんだよ。おっぱいじゃないのか。はい、というわけでね。今度こそそば食うぞ。もうそうやって食べさせない。そば屋ばっかだよ。そば屋、そば屋、そば屋。そば売ってますよ。がまた味があっていいな。すげえ感動的だね、うん、なんか小京都じゃないね、じゃないね、なんかそうじゃないですね。あの見て可愛いじゃん。あ、でもここ来るべきだな、うん、東京な感じがしないもんな。23区内に住んでるとだいたい2時間かからずに来れるよ。1時間半ぐらい。うん。そば食うか。せっかくだしな。うんうん、続く。